男だ。絶対に殺してやる。オーケーさん、開いたよ。開いた。オーケー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 。よしよしよし。うお、頑張れ。よし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 、来た。よしよし。大丈夫。帰るの。やったー。今のとこ聞いたよ。よっしゃー、いいの手に入れた。バカめ。ここどこだ。え、みんな。ここどこ。どこ。どこ。ブンブンハロー YouTube、 どうもヒカキンです。ヒカキンさん、ヒカキンさん、ヒカキンさん、どういうこと。なんで誰ですか。カラフルピーチです。あ、マイクラの。なんでこんなところにいるんですか。で、あ、ドッキリ系ですか。いや、知らないっす、僕は。あ、これ最近ある YouTuber 拉致事件ってやつか。え、そんなの知らないよ、そんなの。そんな事件ある。いや、聞いたことない。よく聞くんですけど、この世界を支配してる巨大な悪い組織があって、その組織のボスの家からお宝を盗んだね。ちょっとね、あのおバカな YouTuber がいるらしいんですよ。で、それにボスが怒ってて、YouTuber を片っ端から捕まえて、その YouTuber をね、探してるらしいんですよ。え、それって…ちょっと…ごめんなさい。ちょ、パパさん、それ俺たちなんです。あ、迷惑系 YouTuber だったんですね。俺たちのせいでヒカキンさんを事件に巻き込んでしまった。命に変えてヒカキンさんを守り、脱出させよう。一世一代の脱出ルートっていうか、脱出できる場所探しましょうか。はい、そうだね。よし、じゃあみんな行くぞ。オッケー、よし行こう。で、慎重に。俺たちが一回盗んだあいつがボスだったら、ボスは目が見えないはずだから、音立てなければ大丈夫だと思います。あ、そうなんだ。じゃあ静かに、こうやって。ただめちゃくちゃ強いんで気をつけてください。じゃあ行きましょう。はい、先頭行きます。はい、じゃあついてきて。はい、大丈夫です、はい。どこだここ。なんか俺たちが知ってるおじいちゃんの家じゃないな。え、違う。本当だ。知らないこれ。知らないぞ。皆さん楽しんで。知らない。誰アトラクションやってる。やばいやばいやばい。静かにして、静かに。深呼吸しちゃダメやから。どこさ、どこから脱出できない。玄関探しますか、とりあえず。誰玄関を。息止めて。息止めて。ほら。こっちかな。こっちか、なんか、多いぞ。みんな来てる。めっちゃ息してる。ね、息が。これ、ゾロ大丈夫か。大丈夫かな。ここっぽいぞ。息してるのすらわからない。あった、玄関。出しちゃおう、みんな。やった。玄関あった。玄関ありました。これか。え、なんか塞がれてる。岩盤で埋められてる。ちょっと、出れないじゃん。待って、これは完全に閉じ込められてるな。閉じ込められましたね。閉じ込められてんの。誰か、やばい。怪力で壊してくれ。そんな怪力なやつ。ノアさんか。ノアさんしかいないです、ここ。ノアさん。いけ、ノアさん。いけ。あー、無理です。ノアさんでもダメだと。ノアさんでもいけないのか。怪力の輪が。いや、これ玄関が塞がれてるってことは、完全に俺たちやりに来てるな。そうだね。絶対に返さないつもりだ。やばい。バレないうちに早めに脱出するしかないんじゃない。そうだね。他の？そうだね。他のルートとか探して。探さないとね。よし、じゃあみんなこっからバラバラで脱出ルートを探して。バラバラ。行こっか。わかった。怖いけどやるしかねえな。生きて帰ろう。生きて帰ろう。一
ヒカキンさんが死んじゃったら俺ら大炎上だから、確かにそれだけは。今後、避けたい。炎上系マインクラフターとして多分また。やだ、やだ、絶対嫌だ。目立つと。絶対嫌だ。これ絶対守ろう。静かに、静かに行った方がいいですね。静かに、静かに行こう。静かに。はい。そうですね。あと、そうだ、チェストとかもう漁りつつ、そうだ、なんか脱出でき、に使えそうなものをみんなかき集めよう。そうだ。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。じゃあ、行きましょう。よし、行こう。みんな鳴らすな鳴らすな怖い。ここは何の部屋なんだろう。お、うん、洋服あるよ洋服。これちょっと装備に使えるんじゃない。ほら。マジ？うん。お、黒あるじゃん。お、黒ある。取れない。右クリック。ちょ、取れない。赤あるじゃん。あ、取れた。うん、服着よ服着よ。おお。これ誰か誰かの余ってる。オレンジでいいんじゃない？さっき何か言ったよ。もろ。え？何か何がいたの？何かって。何か誰かがいた気がする。誰かいた？ごめんなさい。ごめんなさい。白い扉の奥。こっちが行こう。こっちが。うん。そう、向こうの白い扉の奥にいるんで。大丈夫あれ？どっか行った、どっか行った、どっか行った。セーフ。セーフ、セーフ。ごめんなさい。ちょっと探しましょう。怖いよ。チェストがいっぱいある。ここなんだこの部屋。なんか鉄の扉ってめちゃくちゃ怪しくない？怪しい。これちょっとなんかやばい。来てる。出たらやばい。ひかきさんのやりた。音鳴らせ。じっとするんだ。いる。ヒカキンさん守れたあれ、誰か死んだよね。死んだ、誰か亡くなった。やっべえ、誰だ。一回でやられたんだよね、多分。一回っぽい。気をつけよう。最初のスタートじゃない？スタートかな。最初ここ、そう、最初ここから来た気がする。こっちか。こっち側にあるんや。あ、せい、行くぞ。いや、トイレやん。なんか見つけました？はい。何？卵です。あと、パンです。ご飯ですね。あ、パンは私も。剣です。剣、おお。じゃあおじいちゃん強いから。そうなんですよ。使い物ならないですね。うん、パンだけかな。いや、マジでやばいよね。
タクキンさん、ずっと呼吸音聞こえてますよ、ずっと呼吸音。しゃがみすぎってこと？そうです、そうです。しゃがみすぎです。ごめんなさい、なんか、でも奇跡的に回避して。そう、卵は何ですか、それ。誰かやられた？あの、白いドヌクって人がタクキンさんの身代わりになってくる。けっ、すいません。この命、必ず繋ぎ止めます。ヒカキンさん、こっち見てください。怪しいんですよね、扉を。開けていいのかな。今いないんで行きます、多分。はい、行きましょう、行きましょう。あ、よし。しゃがんで立って、しゃがんで立って。地下ですね、地下です。これはちゃんちゃん。おじいちゃん、おじいちゃんがいる。どこに？奥です、廊下の奥。よし、オッケー。下行っちゃう、下行っちゃう。行きましょう。そうっす。いや、これたまに立ち上がった方がいいですよね。そうっすね。はい。これ、呼吸しちゃうなぁ。しちゃう。うわぁ。なんか、物置みたいになってますね、これ。なんかポータルあるよ。なんだこれ。あ、チェットあった。怖い。怖いよ。ただここ、開いてるってことは、いるっておじいちゃんにバレる。こっから出れる？わ、いや、あの、塀が高いから多分無理。どっか、溺れるとこないのかな。ありそうっす。ありそうじゃない？ベランダとか。ここ？めちゃくちゃ広いっすね。広いね。いや、塀高いな、思ったより。高いよね。高いね。これは出れないな。うん。そう、思ったより、やばい。この辺のチェストは見た？なんか棒が机の上に置いてあったんだよね。レコード取った、レコード。走っちゃいけない、走っちゃいけない。慎重にね。え、これは、なんだこれ。あ、それ鍵かかってる。金庫だ、これ。チェストじゃないか。金庫か。これ、こじ開けれるんじゃないか。こじ開け。はい。あ、こじ開けよう。こじ開けよう。これ近づいて、シフト押してください。近づいてシフト押したら。これちょっと音鳴った。音がでかい。見張ってる、見張ってる。来てる。とかないかな。ないか。いや、やばい。全然人に会わない。大丈夫かな。あれ、ねえねえねえ、なんかあるよ。あ、本当だ。開けれるよ。ねえ、あそこ。なんか、ほら。照れそう。これなんだろう。ん？これなんだろう。あれ、ここ出れる？もしかして。どうやって出る？届かないですよね、ここ。みんな無事？みんな無事？あ、無事無事無事。よかった、無事か。無事です。よかった。なんかアイテムゲットできた？でっかいよ。でっかい。でっかいか。金庫こじ開けたんだよ。そういうことか。そう。ナイスナイス。なんか、いいアイテム。ないなぁ。ところが、ここに残っているぞ。探してるわ、あっち探してる。もう一回。戻った、戻った。戻った。了解、了解。ああ、死ぬぞ。よし。じゃあ、ねあそこさ、脱出できそうじゃない？あれ。あ、ほんとだ。鉄格子が塞がれてるけど、鉄ピッケルさえあれば、そっか。そうだ。あそこ壊して脱出できるかもしれない。結界があるから。そうだね。作れるかも。あ、モクくん。おい、大変だ。あ、大変だ。何？地下室の入り口が閉じられた。え？は？え？え？今ここに閉じ込められてる。え？待って。
あ、木管、あと、あそこ脱出できそうな場所見つけた。ほんとだ。多分、鉄ピッケルさえあれば大丈夫。俺たち、よくくらい？どうやって、どうやって出ればいい？俺たち、ここで暮らさなきゃいけないってこと？だから、いや、次、おじいちゃんが入ってきたタイミングで隙をついて逃げ出すしかない。なるほど。地下から。そういうことか。え、ちょっと待って、一回様子見に行こう。3人もいる。鉄。鉄。でっかい2つ見つけました。あ、ちょっとでっかい1つあげる。私もでっかい1つあげる。でっかいないや。あ、ちなみに僕、木の棒2つ持ってるから。おお、ナイスすぎる。直樹さんにまとめてあるから。直樹さんが死んだら終わっちゃう。やばい。やばい、ね。やばい。任せてくれ。マジじゃん。マジで塞がれてるやん。誰か、誰か。助ける、誰か助けて。絶対おじいちゃん来るよ。絶対来るよ、おじいちゃん。でも逆に言えばここを開けないと入ってこれないから、おじいちゃんは。そっか、下漁り放題じゃない。しばらく漁り放題だ。オッケーオッケー、よし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 。探しちゃいましょう。やばいやばい、ちょっとやばい。怖い怖い。来て、色を見つけた。エロ本見つけたらしいです。いりますか？絶対エロ本じゃねえだろ、これ。あの、H って書いてあるんで、好きなのかなって。決して、バスの H ではありません。何ですか？すいません。ガキの H です。その H です。確かにピンクなんで、ちょっと怪しいんですけど。すいません。やばい。これ、扉の前で待ってた方がいいのかな？たぶんここ、ダストレート見つけたことみんなに言った方がいいよね、うん。そうだね。仲間に見つけてもらえるかもしれないし。そうだね。開けてもらわないと。これやばい！やばいな。これマジでやばい。上の階大丈夫かな？大丈夫そう？大丈夫そうだね。なんかでもこの辺見られてるのかな。全部扉開いてるから、おじいちゃんが開けたのかもしれない。ああ、確かに。じゃあ見てみようか。じゃあ一個ずつ見ますか。めちゃくちゃ今回館広くないの、これ。ガチで広い。ちょっとこっち側任せて、あっち側あさろう。閉じ込められてますよ、俺ら。監禁された。開けてくれ。仲間に見つけてもらうためにここにいるしかない。今もう誰がやられて誰が生き残ってるのかもう分かんない。あ、ちょっと待って。レコードを鳴らせるんじゃないか。え、あ、何？これでレコード鳴らして。いきます。よしよし。何やってんだよ。やめとけよ。これで呼び込むしかないですね。下行って。あ、待って。え、扉のまんま危ない。扉のまんま危ない。このセーフのレコードなんだこれ。扉のまんま危ない。いや、来てる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 。食いついた食いついた。よし。よし。来る。みんな出ろ、みんな出ろ。どっか脱出しよう。よし、俺だ、俺だがみんなを助けたぞ。何が起きたんだ。やっぱレコード食いついたね。うわ、でかした。
よくやった。よし、じゃあみんなこれから2階に行って、あのおじいちゃん。そっち行こう、そっち行こう。いや、どこ行った？とりあえずみんなで2階に行って、出口の通路があったことを広めよう。みんなに伝えないと。オッケー。はい、そうだね。柴さん。江戸さん。ああ、よかった。危なかったの。マジで危なかった。江戸さん、この部屋すごいよ。あのね、こっち。はい。ここから、下に行ける。あ、え、それすごい。なんだけど、さっきね、下から来た。あ、落ちた。なんかね、あ、直切さん。そう、直切さんが今、木の棒を2つ持ってるんだけど、鉄持ってない。鉄持ってるな。1つ持ってる。ナイス。あれ、これ。誰でしょう、これ。千葉さんがね、鉄持ってるって。あ、マジか。1個持ってる。あとね、木の棒持ってる、俺。これ、バレやすくね？大丈夫か？頑張るしかない。もう。びっくりしたー。びっくりした。います、これ。何の音、これ。え、何の音？わかんない。なんか開けてるのかも。なんかめっちゃ聞こえます。さっきでもこっちいませんでした。3人で急いで。ナイス。ナイス。いいよ。鉄の塊だ。あ、ナイス。あ、おさんか。え、ナオキリさん。はい。じゃあ、ナオキリさんにあげるこれ。あ、おめでたい。すごい。あと、石尾さん、撤回とかない？撤回。もうこれ以上ない。これどこで焼くんだ？あ、金か。あ、でもいいね。鉱石ブロックってどこで焼くんだ？かまどあんのか？あ、かまどどこかに。石炭拾ってないな。石炭持ってるんだよ。あ、私石炭持ってる。石炭も俺持ってるよ。あ、かまどね、1階のキッチンにあった。うん、え、なんか、ここから下に切るんだって。そうそう、ここ切る。あ、そうなの？え、行こう。じゃあ、焼肉じゃ。行こう。大丈夫か？何この、すごいね、これ。すごいけど絶対バレやすいよ。そうだ。あげとるね。そう、取ったら。あげるよ。取れない。あ、取れた。違う。さすがに固まってんの危ないかな。危ないね、5人も。危ないね。でも一回探索したいから。部屋から出たら分かれますか？うん、部屋から出たら。そうですね。じゃあ、ナキさん、キッチン側。お願いします。あ、どこで緊張して。あ、じゃあ私最初の部屋らへん行ってみようか。こっちです。お願い。あ、シャバさん。あ、みんな、脱出ルート見つけた。え、ほんとに？地下に、鉄格子みたいなところがあって。はい。あ、ヒカリさん。そっから脱出できた。ヒカリさんだ。鉄持ってない？鉄、でっかい。あ、でっかいナイス。ちょっと誰だっけ？誰か、はい。みんなおるやん。でっかい。ヒロさん。ヒロくん。でっかい。ナイス。ヒロくん、でっかい。ナイス。あと1個で鉄作れるよ。え、直切りさん。キッチン。ここ。うわ、広い。ここ。ここで焼けれる。え？石炭入れる。はい。あと一つの鉄ブロック。あ、鉄。確かに。焼けた。ナイス。あと一個。あ、かもしれない。2階の音かもしれない。え、じゃあ今のうちで。ねえ、何が必要なの？リビングにも金庫があった。あと、鉄塊が1個で、鉄インゴットが作れる1個。鉄塊が1個。鉄は何個あるの？2つも今焼いてるからあるし、焼いてる。やばい。動くな。シバさん。レコード。気を引いてくれてる。みんなで別れて撤回探して地下で集合しよう。2階は捜索したの？地下そこ？え、2階は大体捜索しました。
あ、そうなんだ。いやでも全部行ったかわかんないから。わかんない。全部行ったかわかんない。これ二人でできるよ。いや、音立てすぎると来るから。おじいちゃんが行った。全員で。ここ開けよう、ここ開けよう。とりあえず。あ、つい。あ、ちょっと。よいしょ。あ、ナイス。何？中身は？これは、見ちゃってよ。でっかい！でっかい！ここ？強すぎる。てか、え、でも。作業台どこ？どこだ、作業台。確かに。作業台見てないぞ。地下にあった？地下、いや、ありそうだけど、どっか、え、どこだろう？作業台見た人いる？行ってみますか。いや、見てない。覚えてないな。ありそうな部屋はあった？いや、待って。扉開いた。なんか、扉開いたよ？え？ちょっと待って。これ、いなくない？やべっかい！やばい。おいおいおい。うおーこっちだ。探そう。僕が求めになってくれたんだ。地下行く。地下行くしかないよね。地下ってどうやって行くの？こっちっす。ついてくついてく。とりあえずさ、でもみんなで分かれて。作業台探した方がいいんじゃない？今のうち行ける。今行ける。僕くん生きてた。無事。僕くんあんま走んないように入る。大丈夫。気をつけて。生きてた。いや違う、今のは絶対誘導するべきだった。生きてた。やばい。いっちゃおう、もう行こう。あのそういうちっちゃい部屋とか隅々まで探して、誰かここの部屋探してくれる？俺行ってくるわ。じゃあ、いや、オッケー。多分ね、じゃあね、多分作業台、エトさんとモフくんさ、2階作業台何か探してってくれる？いや、作業台最初の部屋にある。最初の部屋閉じ込められた部屋に確かある。マジ？オッケー。あったわ、そういえば。あるでしょ。あった。え、無理、後ろに無理。生きてた。よかった。来てた、よかった。いや、よかった。俺みんな探れちゃってさ。もういいよ、おじいちゃんいないの確認してるから、歩いて大丈夫って。あ、作業台ここにあるの。そう、ここにあった。作ったぞー。オッケー。近。作った。危ない。テンション上がっちゃった。でもいないの見てくれてるから行こう、もう。行っちゃって。ゴー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 。いけ。ヒロ君、掘り始めちゃうもん。オッケー。こっちから行けるよ。こっちだって。ミラちゃん、混んでる。来てない。大丈夫。こっちか。ヒロ君。壊してくれ。コス。私も見ときます。見張りましょう。見張り頼んだ、本当に。マイクラ界のおじいちゃん、ヒカキンを逃がさせてください。絶対、一番最初に逃がしますから。絶対。よし、壊した。すげえ。オッケー、助けきれる。すごい。よかった。どん
ンネルだ。多分あの二人が下がったら危ないっす。あ、そう。よし、行こう。行くぞ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 。よしよしよし。やった。やった。よし。ボアさん。はい。来た？なんかお風呂場にいるらしい。ノアさん来たらジャンプしてくれる？オッケーオッケーオッケー。行ってください行ってください。進めるぞジャパパ。みんな。じゃ生きて帰るぞ。ノアさんがジャンプしたら来る。あ、いや、okay. 後ろから。じゃあモッくんもジャンプしてくれる。それかこっち殴ってくれる。びっくりしたアリさんだ。マジでびっくりした。アリさん。回転した？まだまだまだ。くそ。もうちょっと時間稼ぐから。時間稼いでるの？よし。もっといける、もっといけるぞ。よし。うわ、めっちゃ、めちゃめちゃ鉄格子で締められてる。ほんとだ。頑丈だ。なんだこれ、奥、水路みたいになってる。なんだこれ、水路に繋がってんのか。OK。やめようやめよう、掘るのやめよう。ここのツルやばいかも。ここ狭いから、ここ出た方がいいかも。やばい、ヒカキンさんが。ヒカキンさん逃がして。ヨアン君わかった。ヒカキンさん外に、ヒカキンさん外に。ヒカキンさんこっち、そっち隠れてください。やばい、来てる来てる来てる、いるよ、まだ見てる。ヒカキン、ヒカキンの隠れ場所やば。オッケー、みんなが音鳴らしてくれてるから行こう。もうちょっといいよ、もうちょっといい。こっちだ。ここにいるな。どこだ。上行きました。行けます。よし、行きましょう。もう少し、もう少し、もう少し。いや、見てる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 。いいよいいよ。よっしゃー、行こう行こう行こう。いやいや、え、あれ？え、何これ？え、何これ？え、何これ？出れる？出れる？え、もっと。何これ？何これ？何これ？え、これ。あ？塞がれてる。土。土。え？待って、これ壊せないぞ。ネザー。これ。ネザーレンガ。ネザーレンガって何で壊せない？これは壊せないの。あ？ダメだ、塞がれてる。壊せない。やばい。壊せない。こっちのレンガダメだ。どう？開いた？何？開いた？出れない。なんで？別の手塞がれてる。え、塞がれてるの？そんなことある？え、他のルートはじゃあ。え、なんかさ、2階にも鉄格子あったんだよ。あったあった。あ、あと、あれ、なんかあったね。あの、はしご。あ、そう。やばい、来た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 。ヒカキンさんどこだ？ヒカキンさん大丈夫？ヒカキンさんは？あれ？ヒカキンさん？ヒカキンさん？ヒカキンさん？ちょっと様子見てる。ヒロ君？ヒロ君？何？ヒカキンさんは？あ、あっちにいる。どこだ？ヒカキンさんいます。気をつけてください。
鉄格子の中入ってる。うん。みんな、上行こう、上行こう、上行こう。ユリ、逃げるよ。おし。登りますか、ここから。はい、はい。やばい、やばい、やばい。見てる、見てる、見てる。ちょっと待って、音鳴らす音。やばい。ルーク、ヒョキンさんやばい、音鳴らして。キョキョキョキ、任せろ。おい、こっちだよ、ひょっぱすぎる。どこだ。こっちこっち。ヒカキンさん来た。あぶね。ヒカキンさん追われてる。ねえ、やばいよ。ヒカキンさん追っかけてった。ちょっと待って。ヒカキンさんの追っかけてった。階が塞がれてるなら2階行くしかなくない。2階行くか。なんか出れる方法があるかもしれない。わかんない。なんか鉄格子はあった。じゃあそれだ。ただ登る方法がない多分。確か。じゃあとりあえず見に行こっか1階。でもでも今おじいちゃん2階行った。ああ。今おじいちゃん上だからな。ただ直樹さんが見に行った。あいつ大丈夫ちょっとずつアイテムあさって使える。おっとちょ、ヒロ君死んだ。ヒロ君、あ、ヒロ君やばいやばいやばい。ちょ、離れた方がいいです。ヒカキンさん、こっからヒカキンさん2階に連れてってあげて。行きましょう。誰か飯をくれ。あ、飯。スイカ1個しかない。そっか。あ、お肉。あ、あ、ありがとう。じゃがいも生になったら。腹が減っちゃった。普通でいい。食べてください。あ、そうです。愛すぎ。ちょ、持ちすぎじゃない。以上です。ありがとうございます。いえ。よし。復活した。鉄格子の方、とりあえず行ってみる？行きましょう。そうだね。で、どこだっけ？わかんない。奥の方で割った。あ、なんかさっきこっちからも2階行けたんですよ。どこか忘れたけど、こっちの方から。どういうこと？え、なんかね、上に行けれる。うん、下か。うん、あー、もう私ダメだ。大丈夫怖いの怖い怖い。ビビってるんか。なんかはしごみたいなのがあったんですよ。あ、あるある、はしごある。あ、それ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 、これで行く。これ、お、これこれこれ。いや、でも、え、閉まってる。閉まってるな。レバー下ろされてる。くっそ。こっちか。ちょっと探すか。なんだこれ。どうします？ダーキーさんの方行きますか。あっち行きます。固まりますかね、はい、うん。ダーキーさんだった。あれ、なんか外見える、うん、そう、ここ外あるんですけど、あの、やばいやばいやばい、人が死にすぎてる。あれや、え、誰、わかんない。ヒカキンさんじゃないよ。大丈夫？え、ナオキリさんめっちゃ歩いてたから大丈夫かな。やばすぎる。ちょっとだいぶ減ってきたな。え、てか誰が鉄ピッケル拾った？ヒロ君の。わかんない。わかんない。俺持ってない。
今通りました。こっちの部屋とか見たの？見てないです。よし、行こう。あ、でも開いてるわ。私にできることは。あ、待って、アンロックのやつある。よし、一応やっとくか。今のうちだ。あ、私見ときますね、そこ。うん、お願い。ってことは、ここあんまり来てないのか。金庫開けよう。そうだよ。怖すぎだろ。怖え。ラジオノアさんに来てくれるはず、来たら。よし、何ステッキ。え、ステッキ。ありがとう、お腹空いてたんだ。ステッキ。ステッキだな。一応、鉄格子がここに上にあるんですけど、これ届かないんですよ。どこに続いてるかわかんない。本当だ、誰かなんかブロックを。あと、こっち、こっちに、はしごがあるんですよ。屋上に。マジで。ここに。こっちはいけないの？うん。トラップドアで閉まってしまってて。あ、壊せないのか。壊せるのか。壊せない。壊せない。壊せないです。スイッチが、どっかにある。すごいね。脱出ルートはないな。別の部屋行こう。やっぱ2階か。2階っぽいね。2階っぽいですね、やっぱり。あとはトイレ。リビング行った。危なかった、めっちゃ。もう2回行くしかない。痛い。なんかあった手がかり。いや、ない。え、誰が死んだの？ヒカキンさん来てたんだ。エトさんが俺の目の前で話してる最中にワンパンされました。あ、一応2階に、上に上がる階段、はしごがあったんだけど、うん、レバーかなんかがないと開かない。みたいなのを見つけなきゃいけない。3階に行けるための鍵が必要なのか。そう。OK。でも俺たちこっち側ずっと探してたけどな。まだ見てない部屋があるかもしれない。こっからみんな一人行動でバラけて探そう。OK。いや、多分、なんか金庫開けるのかもしれない。金庫どっか開いてないとこある？ワンちゃんどっかいないかな。俺、ナオリス、この部屋よろしく。はい、私奥行ってきますね。はい、ここがいっぱいチェストあるから、もしかしたらありそうだけど。てるてる、ある気がしない。もうびっくりした。おじいちゃん2階です。え、今って赤いトーチを探してるんですよね。そうですね。金庫か。金庫にあるかもしれないって感じなんで。いや、玄関だもんな。上なんか来てます。どこだ。ブラシにかけた。なんでわかったんだ。本当食べちゃったかな。みんな探してる音がすごいな。読めないか。いや、マジでねえな。
忍び足。めちゃくちゃなすいません。めっちゃ息しちゃって。めちゃくちゃなって。やば。来た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 。ちゃんと締めて行動してるな。よし、先に、お先に失礼。あ、地下はある程度音出してもらう。ここ、ここは？あった！あった！え？あった！ありました！ありました！ありました！ここ、ここ！ここ！ここです、ここ！ここの中にありました。やばいっす！ジジイ！聞いてください。ジジイめっちゃ警戒してます、ここ。ずっと見てます。やっぱここに隠してたからか。うっそ。あれ？どこか行きました？いや、でも気をつけよう。上行きましょう、上行きましょう。行きましょう。屋上まで行こう、みんなで。よっしゃ、よっしゃ。見つけちゃった。よっしゃ。すごい。結構みんなもう集まってる。いいぞ。で、どこの部屋だっけ？確かこっちだったよ。あ、ここ開けてほしいんだった。ヒカキンさん、ここ開けれますか？ここ、ここはい。じゃあ俺たち上行ってていい？はい、オッケーオッケー。よし、上行けよ。確かそこ開けたら、いろいろ行き先が増える。じゃあ、上開けます。うん、来たー。よし、あー開いたぞー。やばやばいな。ぐちゃ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 じゃないか、ここら辺。でもチェストもいっぱいあるね。ちょっと下の人呼んでくるわ。これ疲れたらきつくね。お、はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、ヤババさんの方助けて、上ぐちゃぐちゃでさ、探索がちょっとやばい。大変。ちょっと人手不足、人手が欲しい。ほら、なんだこれ。これなんか汚ね。屋根裏ですかね、これ。あ、そっか。屋上じゃないのか。誰がそこを開けたの？脱出ルートじゃね、これ。はい。これ、煙突かな、これ。で、こっから上行けるけど、マグマがある。壊してもらう、ヒカキンさんに。そうだね。ヒカキンさん呼べる？そこにいる。ヒカキンさん。やっぱりここにいるな。絶対に殺す。ください。脱出ルートっぽいの見つけました。やっと、やっと来たか。やっと、壊す、壊す。うわぁ、すごい。壊してください。うわぁ、壊してやろう、おら。やばくね、ここ。いや、そう、問題は、地面のマグマを、問題は地面のマグマをどう超えるか。いやぁ、マグマか。見たらバケツとかないのか。ドキリさんがバケツ持ってました。え？水汲まないと。え、でもナオキさんどこ？あ、ねえ、ねえ、待って、お風呂の水。あ、お風呂あった。それだ。オッケー、お風呂行きましょう。とりあえず、開けときますか、そこ。そうっすね。じゃあ、私、ナオキさん探しに行きますね。オッケーっす。あ、いたいたいた。ねえねえねえ、ナオキさん。よし。バレました。これでさ、あー、これ、上行きそう。ただ、やっぱり水がないと絶対無理だ。お風呂1階でしたよね、確か。そう、1階。どこだっけ？地下の隣がお風呂場。ですよね。地下の隣だっけ？あ、持ってきたらよかったな。一瞬迷ったんですよ。あ、そうなんですか？はい。こっちか。こっちかの横ですね。大丈夫かな？やばい！ナオキさん、後ろ！はい、了解です。ノアさんと二人大丈夫かな？俺たちも行く？行こう！よし。
さすが、やっぱりな。当たり前だ、男だぞ俺たち。そうですね。後ろ！取った？いない！後ろ！後ろ！じゃあな！じゃあな！行け行け行け！今行くぞ。行くぞ。みんなはどこ？みんなは？上行った？上だ。上。みんな上行った。行くぞ。こっち。下注意。急げ。開始していくか、じゃあ。あ、なんか今消火する音が聞こえた。え、マジ？うん、オッケー。どう？オッケー。よし、こうして。どんな感じですか？おお、ナイス。一応水流しとくか。壊してます。オッケー。出てそうだ。来てるよ。来てる。音がする。ナオニ。はい。開け透かして。ここにいるな。やっぱ。これ今光。音立てれる。音立てて。どこだ。死にかけた、危ねえ。ヒカキンさん、どうすか？まだ壊れない。いや、これ壊れるの？多分もう少し、ちょっと硬いんだと思います。あとは任せた。死んだ。お前の意志は俺が受け付く。大丈夫ですか？うん、頑張って。あともうちょっと。ヒカキンさん、頑張って。手がやばいよ、これ筋肉痛になるけど。どうかしてるぜ、これ。ナイキンさん降りた、多分。いけるよ、いけるよ、もういけるよ。いけるやったいけるぞ。やった、いけた、壊れたよ。いける。ナイキンさん、いけるぞ。俺やった。 GG。
いやすごかった。あれざんした。あれじゃパパさんは？あれ？で殉職されました。え手に召された。はい。召されました。いやというわけでじゃあ今後のジャパパチャンネルは僕が運営していきます。よろしくお願いします。おやべえ。